最初はグージャケポン。はい。はい。終わり。なるほど。終わり。じゃあ、ボー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 埋めます。はい。終わりで。次と。終わり。今な、ボー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 。アタック時、ガチャ玉。ドラツー、ブーストから、ティアー召喚。はい。で、1点。わー、強い。終わり。どう？もう次ダブルブレイカーか。そうだね、あと1枚来たら発生になるね。早くバックラスターで殺さないと。普通に次のターン死にかねないのでバンブリッド出します。あバンブスト強いな。終わり。パワーでけえ。ガシャダマンパワー引くだろう。バレット差しに頼みます。はい、そこでピッチでさ。はい、俺気に入った。終わり。なるほど、こちらも準備万端よ。3つあるあるしな。残すうんマグラうん OK。強っ。まあ、ジューサー出すよな。幸せじゃん。ハッピーエンドや。じゃあ、うん。おっと、バグの予感か。ごめんな、強くて。マナタダイム6しか見くらんやん。強っ。強すぎる。先出しかないんじゃない。ダーバよ。GR 召喚するぜ。どうぞ。全能出るなら今よ。パワー8000。今全能出たのダメだったじゃん。だから。ああ、そういうことね。そっち知ってんだよ。そうそうそう。あらまい。うん。8回か。まあ、とりあえず全員バトルで。あいつってどうなのパワー。これ。別にそれ最後にバトルするよくね。うん、そうね。じゃあ最後にバトルで。いや、まあ別にバイナルシャッターで飛ばしてもらったからさ。なるほど。じゃあ、チッコ2回。ああ。まだママドライバーあんのかよ。強すぎ。じゃあ、この辺にしといてやろうか。ほんと10勝。ほんと1。7分気配がしなかった。こんなん弱いじゃん。はい、どうぞどうぞ。頑張ったら、はい。いやーきついっす。涙のターン。あ、違う、ワンチャン作る。ワンチャン殴れんよ。あ、え、出たターンじゃないよ。あ、ほんとだ、それは殴れるわ。どうぞどうぞ。アタック時、はい。ガチャだもん。はい。あー弱い。涙の2点です。受けてあげます。はい、どうぞ。終わり。はい。悔しい。すべてにおいてさようなら。コンボパーツのもう一匹がおらんかったわ。なるほど。三つや。うん。じゃあ九枚で。うん。典型。うん。典型。一応もうバトルで。どこまで死にます？これが死ぬと思う。はい。こいつは大丈夫？こいつだって最後に殺せばいいやん。なるほど。うん。頑張れバレットザシルバー。あいつバイナルシャッターでもしないやん。ジョージアルチャージャー。うん、ああ、頑張っとるわが。バイバイ。もうめんどくさいんで倒します。はい。あー待て。あーあー、頑張っとるにシュートリガーは入ってないもんだという古代からの教えが。バックラスター。いやーきつ。バックラスター。マジジェラ召喚。うん。電気サンドロー。あー壊滅です。さよなら。トリガーめっちゃ入ってんのに。おー遅い。制限3。あ、いっぱい飛ぶ。まあ、いいか。3ぐらいにしときます。3、はい、ここでこあ、エンドだな。勝てそう。あ8。わー、初宣言されてるじゃん、そういえば。そうよ、終わりじゃん。さよならです。さよなら。最初はグーじゃんけポン。はい。あー、1個じゃない。あー、残念。わー、これむずいな。ハンドそこそこ強いか。はい、はい、水欲しいな。終わり。失敗です。一番いらなさそうだしな。しかも終わり。マリボルト引いた。びっくりした。見てなかった今。名物すぎる、うん、もうアデュー。終わり。強すぎる。ジアール。え、俺これ嫌いやわ。俺は好きだけど。でけんだよな。終わり。顔もいいしね、こいつ。顔いいか、そいつ。やりがい。あー赤丸落ちたやんけ。これが CX だったら奇跡が。あ、言うて。まあ、バトルで、うん、はい。このターンまだ 2体しか出てないよね。ウェイブとマリゴールドとジャスミンだね。召喚なんだよ、これ。あぶねー。あぶねー。おこ、こいつカス。悔しいです。おお、ガイオンじゃん。3つ入れねえんだよな。終わり。ふん。
3つあるじゃん。そんな殺生だ。ワンチャンあったじゃん、3つあるじゃなかったら。びっくりした今、超人やってたじゃん。あ、言うて強いね。もうこれはもともと思ってた。うん、ガチっこ。うん、まあ、そうね。なんかこれぐらい残してもいいかもしれんな。孤独続かなかった時にね。うん、4枚で。うん、ピンク以外。ああ、ふん、これラッキーナンバーあった。なかった。倍なら。あ、耐えろ耐えろ耐えろ、頑張れ頑張れ。あいつまだ置いてよな。一生使わんっていう思いがありましたね。これエンドしてもいいんじゃないかな。チョミシチ、チョコレ見るわ。あんま強くない、あんま強くなさそうなんだよな。そう、どうすっかな。猫背にやられたら嫌じゃない。嫌だ嫌だけど、これ普通に通らなさそうなんだよね、エンドで。宣言。あら、強い。バルサシルバーカーチップで山組食ってジョーカーだと思います。なるほど、はい、なるほど。お、強い、マジか。バックラッサー、さよなら。で、ジョーネード、はい、これ偉いな。3回、はい。ゴッドグランダム、まあ仕方がない、これは切ります。で、ドロー。はい、どうぞ。ここまでやっといて、ガンバドラG7くんが。いやでもこれガンマスターめっちゃ強いじゃん。そうだよ、激ヤバですねこれ。盤面ギチャギチャにできる、ギチャギチャに。激ヤバだけど、多分これさっきあれで殴るやつはおらんと思うわ。うん、結構鳥が入ってるからね。うん、やつでかいからどうしようか。どうぞ。お、あら、殴んない、殴んない。殴んないね、これ殴んない。はい、グージ、はい、3枚せず。うん、3つあるウェーブ、マグカジロ2点。はい、2点。ああ、あ、大丈夫だ。ダック、ロックさえないよ。え、自分の召喚さん、え、そんな、はい、え、そんな、ちょっと待ってよ。はい、負けました。よっしゃ。え、そんな。はい、というわけでカウンタージョーカーですか。そうだね、まあ、一昔前にバレット・ザ・シルバーが流行ったよね、確か。そう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 、流行った流行った。でそれにジョルネードが追加された形かな。うん、基本的な動き方としては、まずそのおそらくよくあるプランがあれでしょ、頑張ったら入ってるってことは、そのそうそうそう、この辺並べて頑張ったら特攻でしょ、うん、でこの筋見せながら相手が横に並べてきたらこれをぶちかますと。これ自体は盤面に10コスなくても宣言できるから、うん、盤面なくてもバレット・ザ・シルバープラス、うん、これも全部コスト2以上だから何回めくれたらこれと。なるほどね、序巻き以外だったら大丈夫。そう、なるほど、ね、で4体並ぶから次のターンに頑張ったら出せるから。ああ、そういうことね。そうだから、こう、これを同時宣言して、うん、で、これの効果で何か出てくるから、で、ジョルネードで砕いて、これ手札？手札。で、ジョルネードで GR が3体ぐらい出てきて、で、ガンバトラー出して、で、ゴー。まあわよくばちょまきでしょ。そう。高さなんですね。そう、だから相手が先行2段目にマジゴッドマグラ打てば後手にキルできます。なるほど。それはさ、それはそれはでしょ、さすがに。そうね。まあまあまあ、いやでも結構面白いと思ったんだけど、ね、うん、確かにね、いや強そうなんだけどな、パッと見。そう、パッと見強そうなんや。な、何が問題だったんだろう、これ。全能全能があまりにも重すぎるのと、うん、バックラスターを考慮したのがなかったっす。なるほどね。それはなんかもう頑張ったら全体の問題な気がする。だからもうセブンセブン入れるぐらいなんかなっていう。まあ、あ、4だからな。そう、4だから。私別にスロットファーっていいな。え、てかスロットンでいいじゃん。そう、これから一応スロットンでたらなんかもうフィーバーだしね。え、なんでこれスロット入ってんだ逆に。なんか無色弱いしみたいな。バイナルドは別にスロットンでもいいんじゃないの。あ、まあバイナルドはスロットンでもいいけど、バイナルはね一応8コスだから2ターンの体育体操のとかやって、向こうが赤ターンとかあったらこれ踏んでこれでカウンターできるから。ああ、なるほどね。そう、抜くなら多分これだと思う。これマジ弱いんだよな。バイナルさ一応3つで飛ばせばさ耐えることあるからさ。なるほど、いい。でもマツコケ青だよ。そう、青なんよこいつ。そこが優秀で入ってますね。なるほどね。まあまあ普通にうまいこと使って、うん、あのスロットマン入れた方が良さそうだね。そうだね。そう、結構惜しいとこまで行ったシリーズだね。まあ体感ボーボーボーが死ぬほど良かったけどね。でも出されても何の興味もなかったよ。タイソンズがね8枚詰めないから。いや普通リアルにいらんと思う、あのカード。いやだって別に2ターン目のボーボーボー何も強くないもん。え、でもボーボーボーからのガチャダマンで盤面しばけに出るから。いや無理やって、ガチャまで出るやつのパワーライン死んどるもん。そう、マジわかる。ジョーカーズパワー低すぎる。だからボブも本当にいらん。だからそこね、本当に抜いていい。それを2コスで初動として出すは、もう実質初動じゃない。
何も怖くないもんそれ。これ使ってあげたくないさすがにこいつ。いやいらんて。最強だな。なんでもうなんかすごいもんこれ。顔が。見てこれ。かわいそすぎるやろこの能力さ。やっぱ3000あるから。でも立て殴れ。そう。悔しい。しかも立て殴ったあげくおらんくなるから3000どうでもいいんだよな。そうなんだよな。そうだ別にいいんだよなこれは。悔しい。はい。というわけでまあ調整するならボボボの枠かな。うん、あとはまあ。シールドトリガー配分、うん、まあもしかしたらセブンセブン入れた方が強いかもねというところで調整してみてください。それでは。